こちらはネクスコ東日本です。午前11時50分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに京葉道路を東京方面へ走行中の方にお知らせします。4キロポスト付近の京葉ジャンクションを先頭に6キロポスト付近の奈良県インターまで2キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて7号小松原線上り方向の情報です。6号向島線江戸橋ジャンクションを先頭に錦糸町まで5キロほど交通集中のため渋滞しています。韓流ラジオ京葉道路穴川よりお伝えしました。あなたに実際にネクスコ東日本